はい。そっか塾の久保です。この1億円シリーズも第7話になりました。あ皆さんがね、ファンを作るときに、どういうふうに、えー、言葉を使っていくかということを今日はお話しようかと思います。それはですね、自分の言葉を自分の信じてる人にね、使ってもらうようにしていくことなんですよね。えー、まああの NHK をぶっ壊すって言葉がありますよね。えー、あの,あの N 国党っていうやつですけども、NHK をぶっ壊すって言葉はすでにあの N 国党の党員さんには浸透しているのと、N 国党の そのなんですかね考え方にやっぱり合意しない人でもねやっぱりこうこのキャッチコピーだけは知っているとかはてはですね選挙とか政治とかあんまり関係ない小学生の子供たちも NHK はぶっ壊すみたいなことを連呼してますよねこういうふうに言葉を広めていくことっていうのは非常にファンを作る上で重要なのと実はねこの同じ言葉を作ることによってファン化するんですよね人はね。 私はそれを狙ってやったわけではないですけども速化塾の久保ですという言葉を何回も使ってきました。速化塾のというね、前置きでございます。そして私のお、まあ、指導をね、受けている方とか、私の影響を受けている方っていうのは、まあ、例えばね、 えー、広島の久保ですみたいな感じで、えー、冠言葉をねつけるようになってくるのかなと思いますしまたねあの私の言葉の中でよくある受信力って言葉がありますよね受信力って言葉だったり不得意分野で勝ちまくれって言葉があったりね、えー、まあ千里の道も一歩ってのは昔からある言葉ですけども私がよく使う言葉なんですよ、まあ、こういうふうに言葉使う言葉が似てきますよね Facebook とか SNS を見ていただくとコメントにですねグッドですねとかね ナイスですね。って、私はねよく書くんですよ。まあ、ですので、同じように書く人も結構ね。散見されてる出てくるという形でやっぱ似てくるんですよね。使いやすい言葉、あの影響を受けやすい言葉っていうのに、やっぱ集約されてきます。で、えー、言葉としては新しくはないんですけども、聞いたことがある。言葉ばかりなんですけども、そこまでしつこく使ったことはあるかな？ってぐらい、多くの方が使っていくんじゃないかなと思います。まあ、こういう風にですね。 一定のコミュニティを作ってそこのコミュニティ内の人たちと強く結びつけられようと思ったらやっぱね同じような言葉とかを使うことによって同じような概念をですねシェアするという共有するってことが非常に大事なんではないかなと思います。まあ私はテクニックとして使ってるということじゃないんですけどもまあこうやって振り返ってみるとね確かに このテクニックと同じようなことを私は偶然使っていたなと思うことが多いですよね。おかげさまで速可塾っていうのはもう1000人を超えましてね。で、全国47都道府県、そして世界14カ国に広がってきております。本当にありがたいことだなと思いますし、これからもね、皆さんと同じこの地球でね、お互いを築き上げるような、そんな言葉を使っていきたいなと思います。以上ですね。1億円を作るシーズンの第7話で、皆さんもこれから意識していただきたいんですよ。大きな、 お金を得ようと思ったら、やっぱりね、多くの人と時間とか思いを共有する必要があります。そこで出てくるのが言葉ですよね。どんな言葉をその同じコミュニティとする人たちに使っていただくかということになってくると思いますね。えー、本日は以上です。